こんにちは、マジルス生活のマジです。9月15日に発表された iPad mini 第6世代、私も久しぶりに Apple 製品を予約購入しました。今回は何が第5世代から変わったのか、私が検討し購入を決めた理由についてお話しします。新型の iPad mini の購入を検討されていたり、どうしようかなと悩んでいる方の検討材料や参考になれば幸いです。何が変わったのか、何が良いのか。今回私が購入した iPad mini は、 iPad の中でも小型モデル、携帯性に優れたタブレットになります。昔は iPad mini を使っていた時代もあったんですが、 iPad Pro というモデルが出てからは 12.9 インチの iPad を愛用していて、6年ぶりにミニを購入しました。今回はいろんなバージョンアップがありました。第5世代との違いをまとめてみましたので、代表的な違いについてピックアップしてお話しします。本体の大きさはほとんど変わらず少しスリムに、ベゼルがなくなり、液晶のサイズが 8.3 インチに大きくなりました。カメラも1200万画素になって、超広角などいろいろ進化したので使い勝手は良くなっていそうです。充電ケーブルが USB-C になったり、 Apple Pencil が第2世代に対応、スピーカーも横置きの際に左右から出るなどいろいろ進化しています。スペックが変わったことで、いろんなシーンで活躍できそうなのが今回購入した決め手です。どんなシーンなのかお話しさせていただきますね。携帯性に期待が持てる。 iPad mini に期待することは、サイズによる携帯性です。これは私自身の生活や仕事のスタイルの変化にも関係しています。以前は大きなバッグにたくさんのガジェットを入れて持ち歩いていましたが、この数年はどんどん身軽さやシンプルさを追求していて、購入するバッグも小さいものが増えてきました。 12.9 インチだとバッグに収まらなかったり、 iPad 収納ポケットにも入らない。 iPad mini になれば小さいバッグにも収納できて、ウォーキングやお出かけなど気軽なお出かけの便利なお供として活躍してくれそうだなというふうに感じたからです。またタッチ ID がついているので、マスクをしていても指紋でロックが外せるのは便利かなと思っています。家の中で活躍できそう。携帯性に加えて今回スピーカーも改善しています。家の中で移動しながら動画や音楽を聴くためのガジェットとして重宝しそうです。台所ではクックパッドを見ながら料理をしたり、音楽や動画を見ながら食器を片付けたりすることが多く、iPad mini も活躍できそうだなと感じます。お風呂や洗面所でも iPhone では少し小さいなと思いながら、 iPad Pro 12.9 インチは持ち込むには少し大きいなという感じがしています。ミニはちょうどいい大きさなんじゃないかなと期待しているところがあります。このように家の中で持ち運びできるメディアプレイヤーとしての機能性に期待しています。仕事のサポートツールとして、今回購入の最大の決め手になったのは Apple Pencil 第2世代への対応です。手書きアプリの使い勝手向上はもちろんですが、クイックメモなどの使い勝手も良さそうです。ちなみにクイックメモとは、 iPad のロック画面を Apple Pencil でワンタップするだけですぐにメモが開始できる機能です。iPad mini で携帯性が増すことで、クイックメモが活躍するシーンも増えるんじゃないかなと思っています。iPad にはビジネスで使えるサービスとの連動アプリや、手書きノートや手帳系のアプリなど、利便性の高いアプリがたくさんありますので、 iPad mini は小さいながらもビジネスにも遊びにも使えるマルチなツールとして活躍してくれるんじゃないかなと期待しています。まとめと購入後に期待したいこと。今回カメラもバージョンアップされています。これまで iPad にはカメラの性能はあまり期待していませんでした。もし一定以上に品質が良ければ、写真を撮影してアプリで iPad で編集できたら便利だなと思います。写真に Apple Pencil で書き込みしてからアップするなど、写真を撮る、手書きで書き込むがセットでできてはかどりそうですね。センターフレーム機能を活用してビデオ会議用のウェブカメラ代わりにしたり、携帯性を生かした活用を研究してみたいと思います。ただ、iPad Pro じゃない iPad を久しぶりに購入するので、どんな不便があるのか気になっています。良い点も悪い点も商品が届いたら研究してまた動画にさせていただきたいと思います。気になることがあればぜひコメントで質問してくださいね。このチャンネルでは
IT やデジタルを活用して生活の手間を減らしたり、日々の暮らしを快適にするための動画を投稿しています。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。本日もご覧いただきましてありがとうございました。